校舎上、校舎上でも一応良かったですね。綺麗な今日夕景です。楽しかったです。なんかね、朝出発。早く寝て早く起きてるのギリギリだとね余計に疲れるんでね起きないと明らかに忘れるんですね。回転してる。最終バスですね。なんか雲行き、なんか変ですよね。今はいいんですけどね。西が、違う、鼻先が西ですか。西ですか。雲がね、どうやらなってるんですよ。よく歩きますよ。で結構あの1時間20分と同等の距離と歩いてます。連続か休憩あるかないかのことで。あれはねもう長く感じました。霧もありましたことですね。今日は霧ちょっとないの残念ですけど、霧あってね、やはり鼻先になってます。もう霧の時期もそろそろと8月今日15でしょう。霧の季節もそろそろと終了に釧路行けばねまだ霧見れるかなさ。カモも見ました。クマは見てないですけど、あの知床岬のところ案内ありますか。私よく見えませんでした。ヒグマの親子、猫の親子はね見ました。猫なんかね、子猫の方ね私掴みましたからね。ね、猫の子猫のメス猫とともにね8時のメロディーね、いいんだ、よかったですね。やんけんしてたんですまだ失恋です。山という失恋です。昨日満員だったんで、シューズボックスは満タンでした。到着です。飲み物食べると食べなきゃいけない。緊急だからね。疲れても、あの、なんて大丈夫。セコム、あ、猫いません。セコムはね、普通、ありません。これは逃げますよ。猫これ逃げますよ。これ逃げます。
あの子猫はね捕まえましたけどね、到着しました。じゃあ到着しました。1枚着ていても寒いですよね。まあ、それがね気候なんで、まあ、冬物までは、ませんけどね。あのね、私とね。猫ひたき、エゾシカね、私見ましたよね。エゾシカ飛び出し中、出没中猫ね、ひたき綺麗な夕焼けという、もうあの太陽見えませんけど、あの先ほどの猫ね、他の方には懐いてるんで、私はあの猫別にね、あの子猫良かったですよ。キジのね、あの子猫良かったですよ。まあ、それは好み、猫にも好みあるんでしょう、それはいろいろとね。好みない方がいいんだね。スープ残っていましたので、スープでこの温まります。まあお風呂入りたいので、とりあえずね、お風呂入りたいので遅くなるとお湯が濁ります。早くね、のっとりを行いたいのでね。持つはずね、この旗やはり、まあ、あまり遠くへは行きません。よく歩きました。お風呂入ればね、疲れ取れます。Thank you.
太陽も沈みましたね。山でもね、ないんですよね。山でもないんですよね。固定してみました。ブランコも久しぶりに乗りました。エゾシカも見ました。カモも見ました。猫先ほどの他の方にはね、なんかニャオニャオと私の顔に逃げるんですよ。なんか変ですなんか変です花咲港の夕焼けです。吉野さんの時間の感じで入れば一番いいです。20時で夜の8時過ぎるから9時だ。
雨が何度も、もう途中で降ってますからね。雨対策は、大阪環状線とかね、特にあの何も言わなくて、ね、全国ニュースでね、あのテロップ入ってます。普段でもその大阪環状線ね、運休したからといってそんな影響ないよね。あ、そう、国鉄のあの東海道線のあの神戸区間ね、西明石まで。あれだとはね、台風以外にもね、頻繁に止まっていますから、それはね、バカがね、騒ぎを起こしてね、電車にあれ接触した、なんだろう、人身事故、しょっちゅうですから。キリありませんよ、もう。何回ね、もう起きてる、1年で何回起きてるか、この例えば3ヶ月間、何回起きてるんですか。確かにね、北海道の鹿とね、あの接触すれば列車遅れたりしますけどね。それはまあ自然動物でしょ、野生動物でしょ、答え起こしてるのは人でしょ。そういうことはね、やっていいか悪いか分かるんですよ。それにね、電車に飛び込んだりね、接触したりね、でお客様と接触、あれはね、自らね、命を絶とう、あの人の迷惑何も考えてないんですよ、バカなんですよ、それね。で今度遅ればね、あの駅でごねますしね、あげくには駅員に暴力ね、駅員のね、いらだちはね、関係ない人間にね、投げかける話になりません。まあね、そこにあのいる方がバカなんでね、私がバカなんでね、私が相手はいたしません、相手いたしません。ね、あの神戸以外のね、都市滞在すればね、本当もう神戸なんかの知識は一切通用しませんから。大きいですよね、漁船です。超バス車なんで、ほとんどが自動車なんで、私一人でしょ、今回ね。まあそれいいんでね。逃げましたでしょ、ご覧の通り逃げる。来ましたけどね、来ましたけど、ね、先ほどは逃げましたけど、来ましたけど、餌の時間を待ってるんですよ、この辺。向こうからもなんか聞こえるんだね。これ餌をね、待ってるんですよ。
到着しました。私も花が咲いています。赤くね、ね、